CNVKRPT ライ k i s ポリエチレンチェルニゴフとその分量広告 C チェルニゴフ広告 V フシチーシ広告 N ノブゴロドセベルスキー広告 K クルスク広告 R ルイリスク広告 P プチブリ広告 T トルブチェフスク広告周辺の主な広告 KI キエフ広告ポリエチレンペレアスラブリ広告ライ、ギャザン広告 S スモレンスク広告ポイントは広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、フシチーシ広告はフシチーシを首都とし、1156年から1239年にかけて存在したチェルニゴフ広告の分量広告である。12世紀前半において広告の領域はチェルニゴフ港、フセボロド、C の統治下にあったが、この地は1142年に、 ウラジーミル・ダビドビチ、A に譲渡された。初代、フシチー主公の座についたのは、ウラジーミルのこのスビアトスラフ、B である。1159年、スビアトスラフの治世に、フシチー主は、ポロツク公国、ガーリチ公国のドルジーナ隊と共に現れた。チェルニゴフ公スビアトスラフ、F の攻撃を受けた。都市は包囲されたが、ウラジーミル大公。 アンドレイ・ボゴリブスキーの派遣した援軍によって、落城を免れた。それにもかかわらず、フシチーシ公国は、チェルニゴフ公スビアトスラフに従属することになった。1164年に、チェルニゴフ公スビアトスラフが死んだ後に、フシチーシ公スビアトスラフが、チェルニゴフ公家の最年長者となったが、彼は、チェルニゴフ公位を求めず、1167年に死ぬまで、フシチーシ公の座にあった。 フシチーシ公、スビアトスラフの死後、フシチーシ公国は、スビアトスラフの親族や、チェルニゴフ公スビアトスラフ、D ・ヤロスラフ、E 兄弟らによって分割された。なお、この分割に対して、ノブゴロド・セベルスキー公オレグ、G は、不満を抱いていたと感じられている。1238年春、モンゴルのルーシ侵攻が始まり、フシチーシは、徹底的に破壊された。なお、 この出来事に関連して、フシチ意シコウラジーミル、エイジの4人の息子が死亡したとみなす説がある。都市と広告は消滅した。13世紀の半ば以降、フシチ七寿広告の領域は、ブリャンスク広告に接収された。大屋厚氏、ファイ、チュッチェフ政治史役、文化と言語、札幌大学外国語学部起用第77号、札幌大学、 2012年11月92ページイシュン03891143ネイド1100億952万63453.7リバースリバースありがとうございます